プレイリーアベニュー 1801S 番地にあるキーンボールの邸宅はアメリカ合衆国サッカー連盟の建物として使用されている。シカゴのグレースランド墓地にある墓。ウィリアム・ウォレス・キーンボールはキーンボール・インターナショナルの前身となる事業の創業者。キーンボールはメイン州ラムフォードに生まれた。20代半ばにアイオワ州デコラに移り住み、不動産ブローカーとなった。キンボールは 1857年恐慌が発生する直前に投資していた資産を現金化し、シカゴに移った。1857年、キンボールは4台のピアノを用意して、新たにキンボールピアノカンパニーを創業した。彼はピアノを売って利益を上げ、東部で製造させたピアノを仕入れて販売するところから事業を始めた。シカゴ大化の前には、 クロスビーズオペラハウスの館内に販売店を構えていた。彼の事業はシカゴ大火で消失し、10万ドル以上に相当する資産が失われた。後に彼はステートストリートとアダムストリートの交差点に移った。1877年、キンボールは販売する商品の価格を引き下げるために、自らピアノを製造することを決意した。1881年、 自前の工場を開設したキンボールは毎週100台ほどのピアノやオルガンを製造し始めた。キーンボールアベニューは彼にちなんで命名された。キーンボールはシカゴのグレースランド墓地に埋葬された。ありがとうございます。